っしゃー、初だよ、7度目の正直で、ここで終了かな。あ、やっぱ当たってた。全然できなかった。ランク C だ、くそー。どんどん行きましょう。昔の遊びをやってみよう。今回もまたリノポンがさっきタッチできなかったからリノポンが鬼。マジで。よし。それ抜けるんだけど。痛い。させない。いけーよこれ。まあ、マジで本当にマジで。やってみろ。やってみろ。やってみろ。どうすんだよ。え、キラリーこれどうすんだマジ。やってみろ。どうすんだよこれ本当に。キタトーク。違う、やり直し。キタトーク。やり直し。全トークだね。キタトーク。ということで始まりました。はい、始まりましたよ。キタジェネレーション。キタジェネレーション初の。はい、ジェネトーク。ちょっともうめんどくさい。キダトークでしょ。キダトーク。ラシスさん。ラシス。はい。いつも楽しい動画ありがとうございます。配信心待ちにしています。あ、嬉しい。もし一度だけ人生を好きなところからやり直せるとしたらやり直しますか。やり直すならいつからやり直しますか。またなぜやり直したいか教えてくださいと。なるほど、うん、まあまああのね、ニュージェネレーションっぽくないような、そうですね、真面目な内容なので、まあ僕ね、これ選んだの僕なんでね、これまず、はい、パッと、はい、ちょっといいっすか、もうあるんですよ、ずーずーあるなら。まあ僕ね、あの自慢じゃないんですけども、中卒なんですよ、うん、中卒でございまして、学がないと。で30超えてまでも、まあ主語がしっかりできてなかった人間なんですけども、この業界入ってなんとかようやっと機種の解説できるようにまではたどり着いたわけなんですけども、うん、その僕一応高校は、うん、行っております。1週間でタバコで停学になりまして2ヶ月半で退学と。いったその悪いことして退学したわけじゃなくて、うん、もうやっぱりもう高校行くのが嫌だ、勉強が嫌だっていう流れで、まあ、普通の社から見たらね、クソ野郎だと思うんですけど、僕はその人生に関しては後悔はしておりません。ね、いった感じです。うーちゃんは。俺様もまあ、そうだな。やり直すとしたら、俺様もやっぱり容姿の仮の高校生ぐらいですかね。やっぱそこらへんに戻っちゃう。自分はもう俺様も勉強がとにかく嫌いで、だったじゃ全くなかったです。俺多分高校一純粋だったから、だからもうじゃない、時に戻りたいみたいな。マジで、あ、ごめんなさい、ピーピー入れてくださいね、お願いしますよ。高校はもうみんな誰と誰と誰と誰が兄弟で姉妹でみたいになってたんですけど、ほうほうほう、俺はもう高校の本当に高校で彼氏できたのも一人だけだったんで、先輩の。じゃあめちゃくちゃ純粋だったの？その先輩の彼氏とだけでしか関係なかったもん俺。関係はあったんだ。それだって付き合ってたもん。あ、そうなんですか。おじさん。それだけちょっと聞きたかったんです。あ、あったんで、高校で一応あの、あ、高校、まあ、15から18の間で一応まあことは済ましたと。いい、体の関係があったかわからないですけど。っていうことで踏んでいいんですか？いいですか、認識はそっちの方で大丈夫ですか。一応視聴者のことを考えて、僕は視聴者の声を代弁してるつもりではいるので、体の関係あったか分かんないですけど。まあそれも置いといて、おうおうおう、あの勉強が、はい、嫌いだったんで、音楽と芸能の専門学校に行ったんですよ。もう、おうおうおう、なんで結局音楽と芸能の高校に行ったものの、うん、まあサボっちゃったんですよね結構。あ、音楽と芸能の授業ですらちょっとサボっちゃったことが結構多かったから、うん、今あの時もっと真面目に音楽とか芸能のこと勉強してたら、う
もうちょっと本格的にね、歌手とか、うん、うん、って別の未来があったのかもしれないなっていうのはあったし、あと高校の時にちょうど、うん、AKB48 の初期メンバーのオーディションに応募して、あ、なんか言ってたね前、はい、二次審査を、うん、一次審査通過して、うん、二次審査の面接でピヨってドタキャンしてたんで、マジか、もしかしたら大島優子のね場所にいたかもしれないと。そうですよ。ショウヤン殿からリノさん、ウーちゃんに質問です。新ディレクターと変わった初収録となると思うのですが、変わらずやっていきたいことや新たな心構えがありましたら教えてください。うん、なるほどね。あのね、これに関してはやっぱりお互いですね、演者間、スタッフ間でも本当にいろいろと話しました、うん、実は真面目に真面目にね、やっぱニュージェネレーションに関してでもそうなんですけども、大打撃だと思うんですよね、はい、その黒木 D がいなくなったっていうことは、はい、うん、それは分かるじゃないですか、はい、って中で、まあ、朝も多分使われてると思うんですけど、うん、オープニングに至るまでの話で、うん、やっぱ本当にね、新しい D、木田 D なんですけど、うん、本当胃が痛いみたいなんですよそう、本当、うん、それをね、はい、もう嫌味かのように俺に言ってくるんですよ胃が痛いですと。でもすごいその気持ちが、うん、もう分かるがゆえに、うん、そのやっぱこっちも協力して、うん、で今までのね、もう話してますけどフォーマットみたいなのもあるじゃないですか、はい、このジェネトークも一つのフォーマットっすよ、うん、これもやっぱり新しく進化させていくべきだと僕は思ってるんですよね、はい、うん。ね、聞いたジェネレーション、一部ではあります、うん、と俺は思ってますよ、うん、うちはどうすか。そうっすね、まあ変わらずやっていきたいことっていうのは、まあうちらとしてはやっぱ楽しさを伝えるところだったり、バラエティ面もね、ちょっと、まあ、ただただうちだけじゃなくていろいろ取り入れて楽しい動画にしたいなっていう一心ではありますけど、あらかなすごい硬いっすね、硬いな、卒業式じゃない木田のぐらいの硬さありました今硬かったな、硬い、うん、明るいやつだからこれ。あ、そうですね、そう、未来の、うん、新世代だから一応、そっかそっか、テーマがね、まあ、うん、そんなキラッチもそんなに気負わずさね、ほらもっと俺様のこととかバンバンもう突っ込んじゃっていいんで、だよね、そうそう、編集とか、うん、バンバン突っ込んじゃっていただいていいんで、うん、ね、俺は思うんすよ、このうーちゃんっていろんなニュージェネレーションを経ていろんな動画に出るようになったじゃないですか、はい、でいろんな相方ができたと思うんですよ、はい、俺は俺とのコンビは唯一無二なんで 100% と思ってるんですよ。こんな変なこと続けるやついないっしょ、はい、そこまで、はい、と思うんで、俺はそれが色だと思ってるから、はい、失礼なこともめちゃくちゃ言うし、でもそれを楽しんでくれてる人もいるんでね、うん、うん、なんでちょっと勘違いされがちな部分はありますけど、勘違いなんか俺がちょっと言ったら、うん、なんかちょっと勘違いも生まれるかもしれないですけど、うん、これもやっぱ仲がいいがゆえなんでね、そうですね、うん、が言えるっていうところなんで、うん、そこをまあ同じようにやっていくのは当たり前だと思うんですけど、うん、そのフォーマットだけじゃダメなんで、うん、なんかないっすか、そのなんか面白いネタ、新しくこんなことやってこうかなみたいなのないっすか。視聴者の方とかもよかったらコメントでね、うん、うん、やってほしいこととかね、予算かかることなしね、これだけはちょっとできないんですよ本当に。そうね、詰め詰めでやってますんで。そうなんです。でちなみにどの相方の方が一番好きですかね。え、いろいろいらっしゃると思いますよ、弊社マリア、はい、まあ、ヨタクさん、はい、ヨタクさんいますよね。シーサさん、シーサさんですね。三原明さん、はい、うん、まあいらっしゃると思うんですけども、うん、まあ本当タクですよね今、四択ぐらいに並んでると思うんですよ。うん、あります。まあ分かってるんですよ、もう、はい、どこ選ぶか分かってるんですけど。いやーもうそんな決まってるじゃないですか。やっぱりね、俺様は。まあ、俺様のスタート地点はどこだと。もう本当に。言うな言うな。誰のおかげで。もう4択が変わりましたね。誰のおかげでこんなにも
ね、いつも見てます。最近もすごい言われる、うん、やっぱりね、具沢さんとマリアさんに助けられてやっぱね、視聴率の方は再生がね、ちょっと助かってるとこあって、いや、本当に感謝しますよあのな、一つ言うな、これ一つだけ言うわ一応この、サイバースパーク上野店 の、はい、あの事務所に一人、はいはい、スタッフさんいますからね、小栗、うん、いるからな。あれは愛知のホールやで、あ、ちょいは、あれは愛知のホールで撮影してるものであって、このサイバースパーク上野店さんは一切関わりはないそれでもあなたは弊社マリアと。嘘やんか嘘やんか、リノパだよな仲良く、そしてこれからも面白く、はい、この番組を通じてですね、やっていく、はい、そして、まあ、このスタッフ一同、うん、力を合わせて頑張っていこうじゃないかなというところが多分一番だと思います、うん、落ちましたか、これで。本当それです。はい、ということで、うん、いいっすか、もうもういいっすよね、はい、もう早く切れというところなんで、まあ、尺もね、今日に関してはそこまでまだまだないので、後半戦頑張っていこうかなと思います。ということで、キダトークでした。ありがとうございました。どうした。まあ、結局のところ、まあ、中学、低学、高学でのこのチャンス目でのまあ、東高グランプリ当選率は違うんで、まあ、窓かマギか反逆みたいなもんですよね。ちょっとね、先ほど初当たりに関しては滝修行ステージからの、弱レア役だったんでね、定額で刺さりやすい台は多分5、6とかにはなってくるんじゃないかなと思われるわけですよ。あー、いいじゃない、これ、これはいいだろう。おー、チャンメボンバー、チャンメボンバーイエイ、滝修行でのボンバーイエイ、これはマジで頼みたい。もうデホかよ、これ黄色が。まあ、ここから当たる可能性あるけど、またこれ、あ、直前でいこうか。お、でもいいんじゃない、これは外れても前兆ステージ行きそうだし。あ、チャンスアップ、チャンスアップ、おーおーおお、あら、いっちゃう、赤、痛いっしょ。よっしゃー、降格はやっぱ熱いね。こちらの画面の表示、378ゲーム持ちメダル、よっしゃ、やったるで。ジャクレアーグたくさんいたから勝利鍵会抽選何個かもらってる可能性もある。これも設定差あるみたいなんで、よっしゃ、リプレイ、よし、一応、よし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 、クマさん、この人が、この人じゃないんだけど、クマがチャンスアップかなのかすらわからん。まあ、善悪だから、善悪チャンスだから。おー、いい音でした。やばい、いい音した、やば、いい音した、よっしゃい、ラスト、え、なんだ、うん、大丈夫ね、これは、うん、ラスト、この人めっちゃ強いと思うんだわ、辻さん、おーしょー、こんな簡単じゃないんです。なんせ僕4万負けてますから。
2500回転ぐらいで。ということで、もしかしたらその勝利鍵替え抽選を何度か受かってての、へてーのかもしれない。 OK、 とりあえずここから 50% ここ取っていきましょう。これがおもろいんだよね。いい音したよ。わあ、よし、ラストチャンス。あー、ダメ。あー、ダメだ。今回は失速ならず。すげえ、隣の花火で5箱積んでる。すごい、なんか今日エンタイプコーナー力入ってんのかな。すごいね。あれ、暑いかこれ。あれ、なんか滑ったな。あー、揃っちゃった。あれ、あー、当たってるっぽいな。やっぱ当たってるな。ボーナス察知しますね。あ、滑らなかった。赤なな、お、すごい、これプレミアっすか。やったー、クレアじゃん。やったー、おー、あ、バンバンボーナスだ。ボーナスですね、73ゲーム、投資が4本のまま。こっちの方が多分得意かもしれないな。赤7狙った方が、バーより。でもバーの方が補正が効くんだよね。あ、遅い。デフォルト画面どんどん行きましょう。あ、当たったね。なんかさっきチェリー引いた時に何の音もなかったんだよね。あ、当たってない。え、今の目は当たりだよね。あれ、滑らんぞ。あれ、いや、当たってるよね、やっぱり。ボーナスアッチって右リールにバンバン図柄を下段に狙ってバーが滑ってきたら赤7っすよね。あ、そっか、これが、はあ、そっかそっかそっか。じゃあ、赤7ぞろいが濃厚ってことですか、今。あー、そっかそっかそっか。あー、そっかそっかそっか。そっか。じゃあ、あー、そういうことが、あー、そっかそっかそっか。そっか、バーが滑らなかったら、あー、そっか。やっとわかった。ということで、当たりが軽くなってきましたね。80ゲーム、ビッグボーナスです。持ちメダル、ギリギリある。よし、デフォルト画面だんだん上がってきたというか、まあまあ打てるようにはなってきたかな。結構かわいい筐体好きだな俺。バンバンクロスも、てかなんか宇宙みたいなのが好きかも。ギャラクシー感、あ、
リーチ目っすかこれ。あー当たってるわ。バナサッチで当てました。107ゲームですね。あ、チャレンジボーナス。じゃあまた。やっとできた。なんとかしてだよ。もう全然できない。いやー、あ、終わってもうた。全然できなかったよ。ちょっと今日ほんとボロボロな実戦なんですけど、もうビタ下手な俺様の初めてのバンバンクラスなので、ちょっと多めに見てくださいな。あ、間違えた。違ったけど、チャレンジボーナス当たってました。52ゲーム、よしよしよし、またチャンスが来た。やっとできたよ。やっとできた。油断した。すぐ油断するよ俺。いやー14%。くっそー。いやーもうこれマスターするまで俺もう来店でも打ち続けよう。でもやっぱこの演出、この演出モード、ルンルンちゃんモードだと当たった時も分かりやすいね。一回モード変えてみようか。ちょっと大人のこれでやってみよう。チェリーチャレンジボーナス分かってたよ。赤七か。何狙ったらいいのかな。下段になんか狙うならどこですかね。下段に、下段に黒バー。あー、こっちの方が狙いやすいわ。よっしゃ、やっとできたよ。だからもうすぐ油断するよね、本当に。わかったわかった、右にいるのやり方はわかったよ。次、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 次はもう多分もっとできる。あー、さすがに5を積もって負けるわ。リノポに合わせる顔がないからな。ちょっと今日中にはランク A に行けるぐらいまではなりたい。どうだ、初めて30いくかだ。おお、いいじゃん。来たー。だ、しゃ、来たー。来たよー。キダジェネレーション2度目の超コロシアムゾーンやったるで。
むずくないこれ。はい、はい、すいません皆さんの期待に応えられなくてすいません。ちなみに今のコロシアムゾーンに関しては15、30無限ありますんで。お2連、うん、よいしょい。右押し逆押しした時にどう止まるか。下段にベル止まればダメじゃねこれねえ、ダメだよね多分ね。ああま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 あいいでしょう。よくはねえけどいいでしょう。うん、継続継続お願いしますでも僕は思ってたんですけど、その低設定の動きというかを結構見たんですよ。あるホール行って打った時は多分全打1だったと思うんですけど、こんな勝たないんですよね。一戦負けとかすごいあるんで、本当に高設定ほどその弱連役で勝利抽選をしてるみたいに、そういうのを取ってるのかちょっと気になるとこっすよね。まあ動きとしてはちょっとあんまり悪くないですもんね、この台自体が。まあ広角でしか当たってないっていう考え方でも、打ち出す前は100、100、100みたいな感じで GP は当たってたからね。あー来たよ、銃ばっかりだから俺。うなずいてる、任して。ここで戻しちゃいいって話ですか。これあっちやろ、これは実写大丈夫っす。よっしゃ赤、よっしゃー、オッケー。俺まだこの20超えたの、あ違う10超えたの2回だけだからね、初回以外で。よっしゃー、夢がつかっ噛んじゃった、夢が詰まった。ベル10回、ここを超えるかどうか、それだけ。黄金チャンス柔軟がやってますけど、20超えてませんけど簡単で。ちなみにゼロかなになった時に、初代モードとかその非常識、まあ特化ゾーンみたいなものに入る可能性もあります。これは敵キャラだね、ダメかな。ここか、ここが開けば初代モードか非常識か。はい、どう、ダメでしたね、やり直し。ちょっと待って、お母さん来てるんですけど。え、お母さん来た。え、お母さんなの。あれ高校行ってるかどうかかなと思うんですよ。まあ多分東京に出てることもないんで、僕長野生まれなんですけど、なのでそこだったら多分もう子供も10人ぐらいいてもいいんじゃないかなと。そんなに、うん、そう元気さんだからさ、元気さん、うん、